社長の裏側をこれどんどん抜けていきますよ、ね、私まあ視聴者が年収を知りたいですね。あ、おー体の領収書チェックちょっと待って、いいや、いい。100万円だとするじゃんね、うん、100万円か上か下って言ったら月あ、給料、給料先生、こんにちは。何ホーキーズ先生って出てきたなんか、あ、そういうことなんか YouTube 魂みたいな。ホーキーズ、ホーキーズ今の感じで思い出したんですけど、この前喋ってたじゃないですか、うん、あのただしって動画じゃないとかめちゃくちゃおもろかったりするのに、動画になるとクールぶってなんか面白さなくなるよねなんかいい人狙いみたいな感じで、それをできるわけないじゃん。それを視聴者の皆さん、はい、まあ面白いかどうかわからないですけど、はい、まあ俺結構視聴者の人によく聞かれるのが、まあ社長さん友達多いですね、まあ、どうしてもね、やっぱ相談事とかね、やっぱ話があるから、で、まあ視聴者がよく年収を知りたいみたいな、うん、ね、しかもさ、みんな仕事違うからね。そう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 、みんな違う、それ面白いよね。そうそう、社長の財布チェック前あったよね。いや、今日もやらせていただきます。財布の中もチェックさせてほしい。いや、嫌だよ。なんでいいじゃん、可愛いんだよ、バレンシアガで。いやいやいや、西村さん。いや、なんかデザイン可愛い、その黒に黄緑が可愛い。可愛いよね。おー、一緒一緒。クレジットカード、よーけ使っとるよ。よーけ使ったんか。だからこれ汚く見えるけど、使っとる証拠だわ。おー。そんな入っとらない。あ、入っとる入っとる。やっぱさすが社長さん。やっぱいつ何があるか分かんないから。電子マネーのご時世、4万6000円。体の領収書チェック違う違う、ちょっと、いいや、いい。いや、違う違う、あ、これ大丈夫、大丈夫。領収書チェック、社長の領収書チェック。いいじゃん。でも私、社員のやつも結構人気だったから、財布して。あ、今、喫茶店の領収書。あ、そうか、そうか、そうか。あ、それこれ、あ、お菓子、お菓子。金ね、やっぱさすが社長、お菓子。お菓子、あ、なんか。お届け物ね、そうそう、つまらないもの。おつまらないものですか、別ね。はいはいはい。つまらないもの。材料、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 結構いっても1万円超えてます。そんなもんです。これはちょっと待って、ほんとに。緊張しちゃうね。声がガラガラだもんね。やばい、ほんとに声。これシリーズじゃなくて、もうこれこのままいろんな人に聞いていくから。確かにね、いろんな人の業種いますから、ね、みんなバラバラで。ぜひあのチャンネル登録な。はい。これ社長の裏側をこれどんどん抜けていきますよ、ね。私。あのなんだっけ、ガシじゃなくて。ガシガシガシ。200だけだろ、ガシ。ちなみに給料はどれくらいなんですか。給料って給料設定、会社だと給料設定なんで。あ、会社だから。うん、あ、これ視聴者の皆さん、これ一つ秘密があるこれ。はい。会社だから給料設定ってことは給料以外に使えとるお金があるってことですか。まあそれはあるよね。それは経費でとかじゃなくて、まあそれも、まあ、それは今の喫茶店の微妙なれちゃう。そうそう、確かに打ち合わせじゃん。確かにね。飲み代どれぐらいですか。飲み代は月どれぐらい。月どれぐらい。酒代いや僕はだって週はさ、そのめっちゃ行く週と行かない週とかで出てきちゃうよね、やっぱり。あんまりでもあれだな、そんなに行かない僕は。どっちかその夜の女の子にさんも行かないんだ。行かないもん。確かにね。カーシーとかだったら、カーシー、港のカーシーが、だって飲み行った時はもうすごい金額かかったり。じゃあそうだもん、それも営業妨害。俺もそんな別にあんまり夜好きじゃないじゃん。そうそうそう。だけど例えばスイッチがあるとね。そう連続で行くけど。でまたいろんな友達をって行く人は好きな人も好きだもんで、結構使う人多いんだけど、そんなに僕はどっちかというとカーシーとかと居酒屋行ったりとか、もう一軒スナック近くで、ちょろスナックで。でもしかも呼ばれていくタイプじゃん、正しい。自分から行こうぜってなるタイプじゃないから余計だよね。そう、そう言うほど使ってないと思うけど。どれぐらい？言うて使ってない。月どれぐらい飲み代でかかってるんですか？飲み代で？多い時と。ちなみに400万は絶対小遣いって、いけられたいんだ。400万、600万かなんか。まあいけるよね。法律上経費に入れれるみたいなのがあるんだけど、それは超えていく。あ、年間で、超えてない、超えてない。でも居酒屋ではあれでしょ、設定5000円じゃないでしょ。1人5000円以内だったら4人で飲みに行って1万5000円だったら1万8000円か、1万9999円だったら会議費で落とす。あ、その辺はね、やっぱ僕のところ違う、しっかりするんだけど。しっかりするわ。だからその辺はもうだって俺は絶対足りない。それ飲みないよ。じゃあみんなで行ったら居酒屋行ったって、そうそう、規模が違うしね。僕のところ結局そう、そういう、なんとか交際みたいなやつだと、行って、500万も行ってないと思う。500ってことは月40だぞ。じゃあ、だから、それが行ったとしてね。行ったとして。じゃあ、多い月はいくら使われるんですか。いや、だ
多い月飲み代だけない飲み代だけない100万円ないない絶対ない100万50万多い月で100万円いってくれるいや50って言ったらいや、じゃあまあ多分ね50だから俺一晩絶対でしょ一晩すっごい飲みに行って今回そんなに飲みはそうだね一晩で一番多い飲み会って何円ぐらいかかるのハウスメーカーとか不動産屋とかいろんなところから仕事もらってるから付き合いがあるでしょいや、少ない今不動産屋が少ないだから逆にあ、コロナ禍だなそう、いや、これ会社で昔と違うイメージがあって、うん、そんなにバン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 飲みに行くってことがあんまなくて、まあ、接待でもそう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 、なので、この頃ゴルフとか行かせてもらうんだけどできれば出させてもらいたいなって感じで前は出したくないなって言って出させてもらいたいなぐらいだったんでそういう時しかできんもんであそうえ、どうだちょっと、はい、いいよさっきから三好3個質問したけど3個ともね何をだからなんかすかすよな月で一番多い額だった時少ない額じゃあそれ答えてくれんかったから一番使った夜はいくら使ったかって全部聞いたのに一番使ったでも多分桁が違う俺も低いと思う何十万もあるよ何十万もあるよ何十万一人でだよ割り勘してたそうそうそう例えばその工事やってその時そのキャバクラでやって、うん、そこみんな連れてたけど30万だから50万、一晩は一軒でね一軒でもっと使う人は多分もう50万100万とかおるよね全然おるすごいね、うん、それも何軒も行く人もおるけど、うん、そんなに基本的そこまでのあれじゃないもんね行かないでしょ行かないから行かない行かない俺も月一多分行かないもん、キャバクラにキャバクラとか前はもっとは30代とか名物の会社まあ俺の場合結構さ自分で立ち上げた人多いからさ、うん、そう価値も金なんかもったいないまあ2代目でも会社でかくしたやつとかだと、うん、もったいないっていう性格が出てくる見栄をあんまそこまで原田監督に貼るけど、うん、そこまで貼るつもりもないよね、うん、給料で設定して設定自分の給料、うん、だから給料別に言っていいんだよねこれは言って言っていいじゃないよくないよねよくないんだまあ給料設定給料設定いかがでしょうぼちぼちでもらってますぼちぼちまあだってまだ例えばじゃ車に合わせた車もいい車乗ってらっしゃいますしね奥さんにもらって奥さんがいい車乗ってるんだ BMW かなんかでしょアウディかなんかじゃないアウディでしょなんかでしょクルでしょ TT ってやつですねだってそれがいくらもらっと100万円がするじゃんね、うん、100万円が上貸したって下です月まあ給料給料下そう下したあまあそうかそうか、まあ、そうまあでも、まあ、給料としてはそうそう50よりは上おーでそのあたりで考えるあとは、まあまあ、社会保障とかそうそうなんとかまあ一人目はこんなもんそうそうそうちょっとカーシーちょっと食い込み足りなちょっとねまだ食い込み足りなめぐり足りなもうちょっといけたかもしれないやーばーじゃああいつらムカつくから全部いっちゃうよ俺待ってみようねだーとか大事に出た声もない怖いよ怖いってかすごいでもなんかそういうそんな広いんだろうねそのネットワークそうネットワークもだしさ、まあ、その今のところカーシーさんと仲いいもんねめくられるようにちょうまいことねうまいことやってると、はい、続いて2人目は次誰がじゃあ指名しててやあんま気になるっていうかねみんな気になるかもしれないけどサボちゃんは一番最後坂本ちゃんでいいかも坂本さんだって普段家にいたりするとね電話絶対出てくれるしねそう思ったより自由にないよねそ全然俺ここやっと最近だわ旅行なんか行けるよ全然だよ俺だ変な話会社にいなくてもやっぱ絶えずなんか電話とか気になって頭痛くなってくるもうしょっちゅうあるよちょっと僕まあ最近なのかな ここは多分そういうのもうやらなあかん仕事だもんでそういう経営者っていう、うん、うちは違うじゃん自分も選手みたいにやらなかったし、うん、基本的には全然違うやり方があって、うん、もうこっちは社員が俺もそういうことやらなかったし次回もねちょっとまた年収聞いておこうと思いますこれまあ給料これ結構内容濃かったんで、ね、これ一本にしてまあ数字の伸び方見てそうですね今度シリーズで、まあ、3、4人聞いていくのかまだ今度いつか本当の値段言いますこういうこともなちょっとあんまおふざけのドッキリとかばっかなりしたけどこういうことですと経営者向けに経営者とかそういうのをさやっぱ実態とかそういうのをちょっといろいろ巡っていこうと思います、はい、ぜひ、はい、いいねあと実習生の興味ある人、はい、やってみたいなとか頼みたいなって人が第3の土曜日毎月第3土曜日毎月第3土曜日にセミナー無料でやってますので、はい、ぜひそちらの方オンラインセミナーになってるんで、ぜひ参加してください。はい。ちょっと足場の買い取り。はい。うん、これもうガンガン今来てるんで、ぜひ、どん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 買い取りしますんで、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。せーの。バイバイ。